昔あえてテトリスをすんげえぐっちゃぐちゃに積んでからやるとかやってましたその汚ねブロックの並びを見て、うわこれ綺麗にしたいって思うんですよ。なるほど。だからそれ性格なんだもん。だからもうあんまりうまくいってるのあんま好きじゃなくて、で勝てるようになっちゃうとはもうホケーってなっちゃうんですよね。逆に終わっちゃうなんかね、あんまり燃えなくなっちゃうんですよ。なんかゲームをハードモードでやるみたいな、あハード言ってたじゃないですか。うん、ハード絶対。それ何なんですか？同じことですか？あれはむしろイージー選べる人が理解できないです、うん、これね対戦の項でねその話したかったんですけど、うん、そっち行っちゃいましょうかちょっと。はい、ちょっとおかしい人だと思うんですよ、 そもそも梅さんが、うんうん、でなんでかっていうと、うん、そもそも対戦中毒じゃないですか。中毒でしょうね。中毒だと思うんですよね。うん、なんかね、あそうイライラしてくるもん、やんないと、やってないと、対戦しないと、うん、でそれで、まあ、さっきゲームでやるやらないの話しましたけど、うん、まあ対戦って厳しいじゃないですかっていうふうに思う人もいるんでしょうね。だって 50% の確率でストレスとか生まれるって、やっぱりなんかゲームとしておかしいですよね。おかしいじゃないですか、うん、でその答えとして近年生まれた素晴らしいシステムが共闘だと思うんですよ。共に戦うモンスターハンター、例えばバカ売れしたあれって一緒のね共通の敵を倒すことで、うん、こうなんかね僕も活躍したって言って友達になったりする。うん、共闘ゲームとかやんないんですか？意味わかんないもんね。それが意味わかんないです、うん、意味わかんないってどういうことですか？いらないよね。でもねこれちょっと言いたいんですけど、はい、本当のこと言うと、うん、俺の心の中にある一番目指してるものは共闘なんですよ。ところがねどういうこと？いやつまり、はい、共に共通の敵がいて、はい、それを倒すっていうこのね気持ちよさは個人でやってる競技にはないんですよ。俺絶対そうなの。俺はやっぱね、はい、共闘って楽しい。だけど一人で倒せるもん一緒に倒す必要ないじゃないですかって思うんですよね。だからその一人だからもっとね、例えばじゃあ、話でかくなっちゃうけど、はいはい、すごい日本がねこう国として弱くてとか貧しくて、で打倒どこどこっていうか、もうこれから日本は頑張っていかなきゃいけないんだと。要するに一人一人がね俺がって言っててもダメだと、この日本全体を良くしなきゃいけないんだっていう、もうどん底まで、また戦後とかね追い詰められた時に俺もし生まれてたらすげえみんなでやるぞって言ったタイプだと思うんですよ。だって気持ちいいもんそれ。だけどそんなことする必要ない時代だったから、もう個人主義じゃん俺が生まれた時なんて。そうですか。いや分かんないけど、なんかそこまでしてみんなで協力する必然性を感じるのは、でも必然性がないことしたくないんですよ。必然性がない。それ対戦には必然性がある、だから遊びじゃないですか対戦は。そうモンスターハンターも遊びだと思うんですよね。もっと遊びなんじゃないか。だからまあモンスターハンターはどうでもいいですよ。その俺が言ってる共闘っていうのはまあ例えば過去にね、過去の話をすると、じゃあこいつ倒したい、まあスト4の時のモモチとか初めてあの時みんなでオフで集まって、それまでは各自おのおのやってましたから。ああそんな結託するなんてことは全然オンライン対戦したりゲーセン行ったりって。でもモモチ止めなきゃこれあかんやろってなってみんなで力を合わせて倒す、あれ気持ちよかったんですよ。なんかその取り組み自体がね、取り組み自体が力を合わせて戦うって楽しい。でもそれをね、モモチを倒すって目標がなかったら一緒にやるってなんかちょっと必然性を感じないから、あんま気持ちよくないはずなんですよ。だから必然性がある時の共闘はすごい楽しい。じゃあそのゲームレベルで共闘は、まあ、燃えないってことなのかな単純に。例えばねモンスターハンターで一人じゃ倒せない敵っていないでしょ。まあ、まあいないですね。いや相当やり込んだらソロってやってる感じですよね、うん、本当に。だから俺一人で倒そうってなります。なんでなんですか？一人で倒せるだろうから頑張れば。で二人の方が楽しい可能性もある。こう、ね、いやーなんか嘘くさいんだよな。そこになんかありそうですよね、対戦中毒患者の何か。なんか嘘くさいんだよね本当にって思っちゃうその楽しさああいやあ、ちょこれモンハン、いやだけどモンハンもすげえいいゲームだと。俺もセカンド G とかすげえやったし面白かったけど。やったんですか？やった、まあ、共闘してた。してた。タル爆弾や係とかやってた。タル爆弾係やってましたよ。いやだから面白いとは思う。面白いとは思うんだけど。だけどいやなんかね、いやなんつうんだろう。でも共闘するほどでもないでしょって言いたいわけ。例えばじゃあリオレウスを倒すのに共闘しなくてもいけんじゃんって思うんですよ。でも当時のモモチをやるには俺たち結託しなきゃダメだったよね。その必然性が欲しいんですよ。なるほどなるほど。まあもしかしたら一人でもやってても倒せたかもしれないけど必死さがあるから。だってスト4この最後の年に倒せなかったら倒せなかったことになっちゃうんだから、時間もないしじゃあ組むしかないよねって、これ必然性じゃないですか。でもリオレウスは倒せるんですよちょっと頑張ればそれをなんかみんなでやろうっていうのが嫌いなんですよ。なるほどね、うん、それは一人で頑張ろうよって不思議。そっちの方がだってゲーム攻略は楽しいですよね。まあその気持ちは、うん、でも確かにものすごいわかります。でしょ、まあ、モンスターハンター自分も大好きなんですけど、うん、思い出に残ってるのはソロのやつです全部。そのだから、うん、初対面のモンスターを倒すときに確かに攻略してるなっていうのは一人用なんですよ。そうでしょ。で4人でやった時は4人の楽しさがあるだけで、なんかそのあいつのモーションすごい読んだりとかは全然してないんですよね。そうでしょ。だからコミュニケーションツールになってるんですよ共闘がね。だから売れたっていうことだとは思うんですけど、そのパーティーゲームですよね。まあそれに近い要素が入ってるってことですよね。そう。全然ガチンコしたいですもん。向いてないんですね。恐竜たち、恐竜というかモンスターとガチンコしたいです。対マンだと。全然。で昔からシューティングの2人で横で一緒にシューティングとか、ファイナルファイトの2人用とか、すっげえつまんねえなと思ってましたもん。全然つまんないなと思ってた。2人用ですごい好きだったのとかってあります？対戦以外で。だからそのコミュニケーションが取れるのが嬉しいとかはありましたよね。例えば昔スーパーチャイニーズうちの姉ちゃんとやってたんですけど、なんかそういうのをこう姉と一緒に遊ぶとか、そういうことを通してじゃないとコミュニケーションなかなか取れなかった相手とか年頃とかっていう時は良かったんですけどね。うん、なるほどね。そう